ほんまこうか。ちょっともうさすがに時間経ちすぎてぼさってたので、ちょっと今やり直してる。子宮ちょっと今脱ハーゲンを食べました。みんなにもらった、ショールームでもらったあのお話し会の、お話し会のじゃない、全然違う、ショールームでもらったやつ、ギフトで、なんか期間限定の味だった、ストロベリーチーズケーキ。でも結構甘かった、甘々でした。プハー、一仕事二仕事終えてきました。夕飯の代わりなわけ、そんなわけ、そんな不健康なことはしてないのでご安心を。お弁当食べたし、ブリトーを食べたから、やっぱね、話す、なんかお話し会ってエネルギー使うのか、終わった後なんかお腹空くんですよね。ずっと喋っとるけか分からんけど、明日は生誕祭。こっちもやり直そう。カラオケをしたら消費するのと一緒で、カロリー消費するのと一緒で、あの喋っとったら結構消費してそうだなっていつも思う。お腹すくない、で、そう、今日はちょっとお話し会の合間に、合間にあの頭が痛くならないように、あと目も痛くならないように目薬定期的にさしたり、あのもうぐる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 頭回したりしたから大丈夫。なんか生誕 T シャツ間に合ったよって人と、間に合わなかったよって人もちらほらおったけど、なんか売られるみたいですね。なんやねんってちょっと思ったけどまあ売られるみたいなので良かったです。多分、ま、あのね、近くなくて前乗りしてる人は間に合わなかった人だけど、明日物販販売あるみたいですね。みんなの声を代弁してあげよう、最初から言えよってね、まあ思うと思うんですけど、まあまあまあ売られるみたいです。
まあ、いいことだよ売られるのは。おいでます元気さんバラデコさんともゆきさんパーシモンさん赤ヘルサンタさんめっちゃ可愛い人ありがとうございます。カズマさんひなたさんよしとさんゆっちゃんカズマさんバラ浅香さんすけさんのみみずさんありがとうございます。ふぅ、なんかさら最近花粉症なんかなってちょっと花粉症っていうか何かしらのアレルギーがあるんかなと思うぐらいなんか肌寝てるのにまあでも確かに夜遅くなることは多いけどでも寝てるのに肌が荒れたりとかあとなんかめっちゃ乾燥したりとか肌がめっちゃ乾燥したりとか最近するから何かあるんかな、なんとか花粉的なのあるんかなって思うけどでも別に鼻水出らんし目も痒くないしないと思うんですけど別にないと思うんですけどなんか今までとあんまり変わらん別に何も変わってないのに環境的には何も変わってないのにそうだからちょっとチョコラ BB 茶を飲みたいと思います。まだ認めてないだってそもそも花粉症だっていうあれになったことないんですけど痒みもないし痛みもないし熱もないしそう鼻水とかもないし目が痒いとかもないから分かんないんですけど8枚目も、ま、受付まもなく開始するそうなの。認めたら負け。えでも多分普通に違うと思うんですよね。けど何かしらあるなんかあるんだろうなと思って。まあ普通に最近、まあ、寝る睡眠時間とかの問題で。でも寝すぎもいけないんですって。そう寝すぎも寝すぎで肌って荒れるんだって。まああとマスクとかね、まあ、その他もろもろいろいろあるよね。寝すぎもね良くないんですよね多分人生人生なんかあの寝すぎたらあのあれも頭なんか頭痛くるじゃないですか寝すぎたら。なんだって。ほんとだ。28日月曜日明日27か27そうなんだ早っ三体衣装あそういうことか。でもそうねもう 早いとか思ったけど早いなとは思ったけどだってもうオンラインもうないもんね。もうか残り少ないよね。あと3月で終わりですもんね。ってなったらまあそりゃそうか。まあ、また話せる機会があるということなのでいいことですね。確かに日程とかも気になるね。また決めなきゃ。なんか何するコース何するどうするを決めなきゃね。もう申し込みたいんですけど
何するかを考えなきゃ。まあ頭で思いつくのは何個かあるけど、そうね、次は多分春夏ですね。まあまた直接会えるやつもあるだろうし、いや私服はもちろんやるよ全日程何かしらやることはないけど、私服もやりますけど、もうそんなこと言ってたら春夏とか来るよってことよね。早い早いね、パネルあるかな。キムキムさん、ゆうちゃん、つのさん、バラ、カズマさん、バイロンさん、ありがとうございます。そうね、直接もあるでしょ、今回であるから。今回であったし、あるでしょ。ペアチェキサイン会ないんじゃないの？前回なかったくない？前々回で終わったんじゃないの、あれって。前回なかった気がするけど。前回に関してはちょっとあんま知らんけど。さあちゃんって足綺麗だよね。足に綺麗とか汚いとかあるの？ありがとうございますまあ綺麗ならありがとうございます。ジャケット、ジャケットサイン前回あったの？そんなんあったの？そんなんあったの？そんなんあった？知らないや。あれじゃなくて、なんかあの池田たちの歌唱力かなんかのやつだけじゃなくてあった？そんなジョーさんとかのそんな見た記憶がないジョーさんとかのあった記憶ない。なんか歌唱力の人たちがやっとったのは知っとるけど、前回のこと何も知らんわ。あああったね、これあったね。前回のこと全然、すみませんが前回のことは全然知りません。そんな選抜メンバーだけで強調せなくてもそれは分かるよ自分がやっとったらさすがに記憶あるけん、さすがにさすがにそれは分かっとるけど、それにしてももうコンタクト取るかな。前回はもうほぼ何も情報を見てない。コンタクトもう替え抜きかな。目がかゆい。
染みる染みますね。そう、ヌナダイヤモンドがやっとったのはめっちゃ記憶にある。まあなんか知らんけど、いろいろ始まるんじゃないですかね。なんか普段はあんまり度数そんなにあれなんですけど、度数をコンタクトの話ね、ちょっと話が飛びまくってる。コンタクトの度数があれなんですけど、でも、ね、明日はちゃんと動画、ちょっと動画あったものというか強めのものをちゃんとつけていきたいと思います。後方の人まで見えるようにね、ちゃんとブルーライブ結構広いの。花粉じゃない、普通にコンタクトを外しただけです。今はみんなめっちゃ花粉症にしたがるじゃん、人のことを花粉症にさせようとして。そうね、シングルが出るってことは多分スペイベもあるもんね。なんて優しいんだって。違う、あの普段を下げてるだけなんですよ今。そう、普段を今なんかちょっと下げてて、あんま強すぎるのをつけるとどんどん目が悪くなるので。そうそうね、明日楽しみですね。いつも見えてないのか、そういう上げ押し取りはいいです。上げ押し取らないでください、そういうことじゃないんで。そしあのそう、弱めてるから普段、まあ日常はねそんな強くなくてもいいから。この前の東京のスペイベと ICE アイドルコンテンツなんたらの時もそう、ちゃんとだからもう公演とかの時は全部ちょいと強めのあれなんですけどね。明日飛ぶので見つけてねって、迷惑行為はおやめください。迷惑行為をする人のことはどんなに目立っていても見ません。座っとるのに飛ぶってどういうこと？古い化粧品クリームみたいなの原因ないですね。それっぽいものはない。使っとるもん何も変わってない、ね、普段はつけない。何がコンタクト？コンタクトはつけとるけど弱いのをつけたりわざと。弱いっていうかちょっと一段階弱いぐらいのをつけて。まあね、明日みんなも早起きしてきてくれる人もいると思う。早なのね、家が遠い人は早起きしてきてくれる人もいると思いますが、開演がね早いので空もちょいと早起きなんでね。生誕ティーとりあえず間に合った人もいたいっぱいいっぱいっていうかいたみたいでよかったでございます。ちょっと今からインスタに気持ち悪いやつを載せますね。
気持ち悪いで、見たらわかるよ。見たら絶対みんなも気持ち悪いと思うよ。気持ち悪いやつを載せますね、ストーリーに載せました。寝坊、さすがに生誕の日に寝坊はしません。さすがにね。気持ち悪いでしょ。これ片方の人しかね反応しなくって、そう一人しかなんかエフェクトが反応しないんですよ。そうだからこういう感じになって、だから何もさらには何もついてない。ちゃんと言ったじゃん、気持ち悪いやつを乗せるねって。事前に言ったぞ、こちらは。事前に言ったからな。スマイルさん、ゆうちゃん、甲子園のホティエタ、赤田さん、ベレッタさん、すぐるさん、ケンジさん、犬、ヤジウマさん、ありがとうございます。みんなちなみにキモいとか怖いとか言ってるけど、左誰か分かってるの？誰か分かってて言ってるのか。なんで千穂さん、なんで千穂さん、違う。違うんですけど。千穂さんじゃない、失礼、千穂さんに。嘘でしょ、千穂さんじゃないですけど。なんで、千穂さんに見えるこれ、嘘、なんで、失礼だ、千穂さんかわいそうだ。ほのちゃん、どう見ても違う。なんで千穂さん、全然正解おらんけど。なんでだよ。
ねんだんだーでも当たってない誰も当たってない。あ、正解者ゆきりか正解映ってるメンバーに失礼、それは気持ち悪いとか言って失礼だぞ、胸焼き失礼だぞ。嘘、千代さんに見えるこれマジですか、意外ですね、わからないもんなんですね。 あお腹空いてきた。まあね、明日は生誕祭なので皆さん来られる方も来られない方も配信もありますのでね、楽しみましょうね。両方サラピかと思ってた。あ、あ、まあそういうエフェクトなんでね。水族館もうないよ。今日のお話し会の写真。雲。雲。見てね、見てね、あふみやほい、明日早起き、まあ早起き、まあなんて言ったって開演が午前中なんでね、そりゃ早起きですよね。うん、なんか打った文字が消えるんだけど何事、何分から配信始めたんやろ、何分から配信始めてました、ちょっと適当に始めたけど何分から始めたのか
分かってない。15分。うん。まあじゃああと10分ぐらいで終わろう。まあ、ね、今日は23時までで終わります。おじさん起きないといけないからね。ちょっとサラの中ではちょっと時間がなくて、ちょっと部屋がっていうか食器を洗わないといけないとかがあるんですけど、でももうちょっとこれからちょっと当分時間がないからどうしようかなって感じですね。今日洗って寝るべきなのか。でも今日洗えなかったら明日も絶対そんな時間ないしってなったら、ちょっと明後日と明後日と家にいないし、時間的に家にいないしってなったら今日しかできないってなるけど、でもみんなが見たら全然散らかってないよっていうレベルではあるんですけど、でもちょっとサラの中ではちょっとあれなんでちょっとあれなんで、そう今日もねお昼ご飯食べてすぐ家ですから時間なかったんですよ。皿洗い配信まあなくもないけど、ちょっとカメラ設定するのがちょっとめんどくさい、大変なんですよ。まあいいけどね一石二鳥でいいことですけどね。一石二鳥すぎる。それは食器洗う分も配信しちゃおうっていう考えはありっちゃありですけど、でもね、キッチンね、カメラ設定するのがちょっと大変なんですよね。しかも今目見えんし、コンタクト取ってしまったし、みんなメガネでいいよって言うけど自分的に嫌だし、なんか今顔が見えた。ちょっと今キッチンがどういう状態なのかによるな。悔しいことに行けなくもない、行けなくもないな行けなくもないけど、行けなくもないけど、確かにここで洗ってしまえば時短というか一石二鳥ではあるどうせ洗うならあれよね、一人でどうせ黙々と配信終わった後に洗うぐらいなら配信につけといた方がみんなを見る時間、まあ見てももう見たい人だけ見てって感じよね。それに関してはやりますか。じゃあでも結構貯めたんですよ。貯めたっていうか昨日の夜と、今日の分なんですけど、食器洗っとるとこ見てと、まあいいか、まあ確かに一石二鳥ですね。はい、ちょっと待ってくださいね、止めますね。急遽すぎる。てかこれさ、どうしようこれ、こうしたら、なんかさ、どうやって洗ったらいいんこれ。足は映るのかってやめて。キモーいいかもしれない。あ、やばい、ばばばば、あ
うるさい。うるさい、うるさい。ちょっと待って。めっちゃ下から上がる。下からアングルすぎ、見ないで。大変なんですよ、ほらこうやって食器洗うだけで、食器洗うことは大変じゃないけど、食器洗うのを配信するってなんか大変なんですよ。世の中に食器洗いフェチとかおるん。いろんな人がいますね。ちょっと見えてない。この食器は綺麗な食器なので。もう怖いな、これ壊りそう。もういいや、ちょっと洗わせていただきますね。割と本気で溜まってるんで。ここ開けちゃダメだ。本気で洗わせていただきます。放置します、放置します。エプロンしないよ、食器洗うのにエプロンなんてしないよ。もう気にしないから。なんだっけ、放置してます放置してます、放置させていただきます。そしてあんま目が見えていないのね。あ、映らんこれ。身長の背的な問題で映らんかもしれん。映らんわ。ちょっともうこんなさ、なんかあのローアングルで、まあいいや、どうでもいい、気にしない、もう気にせず行かせていただきます。まあ気にしないって言いながら、でもちょっとは気になるよね、だって見られてるんだもん。そう、今日昼からねちょっと鍋を食べたんですよ。映らんか、顔映らなくてもいいって。 何が見たい、手元見たい。でもなんかそういう手元見るやつさら好きよ。あの手元だけ映っとる料理、なんか料理系 YouTube みたいな動画見るの割と好きよ。優先するか顔を優先するかですね。こういう配信時間が伸びましたね。一石三鳥ぐらいある。何鍋？うま塩みたいな。生誕する前に食器を洗う。え、でも今日洗わんとね、本当に洗う暇がもうないんですよ。3日間ぐらい。だから
ったら今日洗うしかないですよ。本当に洗ってるよ今。ガチ洗いです。なんなら拭くよ。なら最後拭くところまでやらせていただきますよ。なんかまあやっぱ自炊をするとね、この洗い物も嫌になるんですよ。さあ掃除機とかかけるのは全然いいけど、食器洗い好きじゃない。食器を洗ってくれる人がいいですね。どちらかというと自分がやりたい人なのでかけたいので、食器洗い好きです。作りながら洗えばいいな。そうできるものとできないものっていうものがあるでしょうが、掃除機配信はせんよ。部屋さらさんといけんじゃん。部屋全部さらさなきゃいけないじゃん。そんなみんな偉そうに、そんな食べ終わったら洗えばいいんだよとか言ってるけど、そういうこと言ってる人に限ってね、自分がそうなったらね、やってないんですよ。毎日ね、ご飯をのんきにゆっくり食べて、ゆっくりテレビ見てとかしてないんですよ。自炊してるだけ偉いって。でも実際さ、もう実際問題さ、実際のところさ、食器ってさ、まとめて洗った方がさ、効率いいよね。そんなお昼食べて洗って、夜食べて洗ってとかするより、昼夜食べたのをどっちも一気に洗った方が効率はいい。わかる。食器洗いって、食器洗いとかお風呂掃除もさ、エネルギー、エネルギーを使うよ。でも福田さんがいつもそんな食器洗いしとるんなら、まあ、大変リスペクトですちゅうことで。食器を同じ、なんかあの何、お茶碗で何個もとか、お箸何個もとか持ってないんですよ。あの、ほんと最低限。コップはちょっと増えたけど、でもほんと最低限しか持たないようにしてるんですよ。そしたら洗わなきゃってなるじゃないですか。お箸をもう3000ぐらい持ってたら、3000全部使うまで洗わなくていいやってなるじゃないですか。
そうならない、そうならないために、まあ別に関係ないけど、そう、何個も何個も持ってない。記憶はね、ちゃんとしとるよ。そんな汚れた状態放置、汚れた状態で放置しとるわけではない。まあ割り箸とかはいいけどね、楽ではあるけどね。だけじゃないよこれ。今日の昼と昨日の夜。でそう、鍋とかを、鍋をしたらさ、意外とさ、あれなんですけど、楽ではあるけど、なんだっけ、あの、なんか足痛くなってきた。なんか足が痛くなってきた。鍋をすると、あれじゃなくない、あの、白菜とかその 切る包丁と、切ったフライパンと、野菜洗ったなんかザルとみたいな感じ。いかたと食べた鍋、あっちに置いてるわ。鍋とってなったら意外ともろが多い。あん、一人鍋よ。誰と鍋するの誰といるから鍋するの。それ一人鍋ですよ。九州の人って本当一人鍋する。嘘、そんなん関係ある？逆に関東民はしないんですか？九州民以外はしないんですか？関係ある？すみませんが、拭くところまでやらせていただきます。見たい人だけ見ておけば。もうここからは食器洗って、食器洗い終わったら配信切るので、もう別に見なくていいです。見たい人だけ見ておくれって感じで。鍋するよね。さあ、多分あの鍋をとかをしないとさ、野菜を食べないんですよ。本当に野菜を食べないから、そう、最近野菜も食べないとなと思って、野菜を食べるために、野菜を取るために鍋をしました。野菜不足になるんですよ。サラダとか好きじゃないから、鍋をしないと野菜を取る機会がない。っていう理由です。でも昔よりは野菜の美味しさに気づいてきたよ。昔よりは、ちっちゃい頃とか本当におえってなるぐらい嫌いだったんですけど、最近チョレギサラダが美味しいことに気づきました。チョレギサラダなら食べれる。野菜好きじゃないけど、チョレギ美味しい。
白ネギサラダ。野菜ジュースとか飲まない。そんなんだったらまだサラダ食べる。さ、トマトの温められたものが嫌いなんですよね。あのトマトスープとかトマトなんジュースとか、なんかトマト単体、トマト自体は好きやけど、トマトトマト鍋とかトマトなんかあったかいトマトとか。トマトスープとか全然好きじゃない。ピザに乗ってるトマト、あ、でもあんまトマト系のピザ頼まん。ピザのトマトソースぐらいは全然いいけど、そう、チーズ系のピザとかそういうの頼むけど、あ、でもマルゲリータは好きよ。けどなんかトマトスープとかあんま好きじゃない。食器片付けよる人みたい。実際そうなんですけどね。でも聞いてる人がおるけん独り言ではないか、半独り言って感じ。割にはコメント読んでる。こんな食器拭い取るだけで何のコメントもしようがないよね。キッチンペーパーに拭くさ、あのなんかタオルで拭けない、なんかタオルで拭いたらなんか汚いと思ってしまうんですよね。キッチンペーパーじゃないと嫌なんですよ。いや、乾燥機をねの置く場所がなんかなくて、ここ狭い、あのキッチンがあんまりなんか置けるスペース、ここに置いたらもうスペースがもうなくなるので、そうだからもう、しかもそんな毎日毎日絶対自炊するわけじゃないしと思って、キッチンペーパーです。そう、なんかタオル嫌なんですよね。タオルの繊維がついとる気がして。あ、これあれ、ショールームのお皿、意外と使える、あのちっちゃい、なんかちょっと使うときに使える。でも最近さ、ほんと手の力が、あの冗談抜きで手の力が緩んできてるんですよ。なんか物を落としたりこぼしたりすることが増えたから、ちょっと割らないように気をつけますね。
何か手伝うことない、何もない。どうしよう、配信中に終わった、ガチャガチャガチャって。いや、そんなあのガチの心配をしてもらうほどやばくはない。なんかちょっとなんか最近多い気がするなぐらいなんですけど、ガチでやばいなと思ったらさすがに病院に行きます。そんなそこまでじゃないと思ってしまう。マイク落とし出したりしたらちょっと末期だなと思うので、マイク落とし出したりしたら行くんですけど、そこまでではない。別にないかな、意気込みっていうか、まあ初めての生誕だし、二十歳の、ね、記念すべき二十歳の生誕だし、見る側もサラも楽しんでいい思い出にしましょうねって感じ。それぐらい。終わった。終わりました。終わった。めっちゃ生活音。終えました。本当それで別にやってよかったかも。一石五鳥ぐらいになりました一石五鳥。どうしよう、コンタクト取ってるけどさ、ちゃんと見えてなくてさ、次食器使おうと思ったらめっちゃ汚れとるかもしれない。ウケる。二度手間になる。よし、あ、15分で終わった。あ、マジ思ったより早く終わった。
ケー。じゃあ見応えあったわ。ウケる。見応えあったな。よかったです。あ、間違った。汗汗。じゃあランキングを読みたいと思います。48位レコさん、24位コウスケさん、13位アビンさん、12位ともゆきさん、11位タネさん、10位黒白さん、9位奥ゆきさん、8位スマイルさん、7位あ、エムハラマゾスケさん、6位シマンチュさん、5位おいでます元気さん、4位ゆうちゃん、3位つのさん、2位赤ヘルサンタさん、1位カズマさんで、スケさん、アービンさん、マジスカさん、ゆうちゃん、ギフトありがとうございます。ということで配信終わりたいと思います。明日は生誕祭、生誕祭です。大事なことなのに2度言いました。生誕祭です。生誕祭は11時半開演で DMM で配信もありますので、現地来られない方はぜひ配信で見てください。ということで終わりたいと思います。明日楽しみましょう。それでは終わります。ありがとうございました。インスタ、ツイッターもぜひ見てください。